皆さんこんにちは、ワンダルイルビジです。では今回は大工レシデン5明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。今寝頃の里に来ているので、まずちょっとここに入ってですね、鉄砲のね、秘技も習得していこうかなということで、杉の棒のもとにちょっとね、今通っていますので、その続きからやっていきましょう。まず手合わせでね、手合わせで勝利をして確実に信仰を深めていく。そこからだ。ちなみにですね、岡崎城は奪還してあります。今川から。ただ、岩村城はね、奪還ができていないという状況ですね。ここをなんとか切り捨てる。食らわないか。これ食らってもおかしくないかなっていう位置ですけどね。近すぎるかな。まあ、いずれにしてもまずは、食らえ。何？石火を食らう。どうだ？残れるかどうか。残った残ったが、もう技が使えないからな。次で仕留めないと逆にやられる。もらった。大丈夫ですね。剣豪、武力、プラス10。これはでかい。プラス10はでかい。新流派を起こせるようになりました。明智流、まあ、それとは別にですね、これすでに武力100を超えたんじゃないかなと思いますね。おお、さらにここでフロイスが来る。なんだ、滝の中で寝る人がいるのでございますか。滝行だな。瞑想で、うん、それだけ、それだけか。そしたらまずは一旦西賀の町に入って体力を回復しちゃいましょう。で、ちょっと薬も飲みます。で、この後、岡崎城で一気か。まあ、ただこれをとりあえず置いて、再び杉の棒の元に戻りましょう。どうしても鉄砲の秘技が欲しい。さあ、入門させてくれ。よし、津田流。では早速秘技を教わります。その前に武器を変えてこなきゃいけないんだな。大丈夫か。雷光術しか持ってないけど。鉄砲での戦い久しぶりだな。ここまでしばらくの間ずーっとね、刀で来ていたので、久しぶりの鉄砲。ただ、光秀は鉄砲の名手でもあったはずなので、なんとか当てていく。お互い距離を取らないと当てられないからね、なんかすんごい近づいてくるけど、何、乱射か。やるな。こっちが乱射を持っていないことをいいことに。ぐは。食らった。むちゃくちゃ食らったな。ただ、こっちとしても当てる。こっちの方がダメージが大きいな。さて、こっちが打てる秘技は特になし。あ、乱射も持ってるじゃないか、よく見たら。まあ、ただ止血しておきたい。いやー、乱射で仕留める。乱射で仕留めよう。
これ仕留められないと逆に危う。当たってない。たったの一発ですらも当たっていないというのか。ここは今度こそちょっと止血して体力を回復する。乱射で一発も当てられなかったっていうのがこの後どう響いてくるかだよね。確実に乱射また打ってくるでしょう。打ってきたね。いやそれにしても乱射の乱射具合がひどいよな。全く当たらなそうな場所に乱射してるからね。食らえ。仕留めた。杉の棒を打ち取ったり。さあこれで秘技何か覚えてくれればというところですかね。心眼、攻撃が命中する確率が高くなりますということですね。まあ、これは火縄か弓かっていうところのようです。津田流免許改伝。じゃあ津田流ももう終わりだな。ではいや待て待て待て、この上でさらに忍び屋敷相手してくれるかな。津田さんはいないか。相手してもらえなかったね。では京都の町を経由して戻りましょう。まあ、なんといっても今ね、今川武田北条という巨大三勢力と戦ってますからね。お、水をくれというのか。よし、水をあげましょう。で、お礼は明智殿。少子、何、熊之助というやつが出てきた。いや、これ武器をさ、今、鉄砲なんだよ。うかつだったなぁ。何持ってる？何かわしてくる。やるな。なんか投げてきたけど、向こうも手裏剣みたいな。まずいぞー、食らう。いやーこっちとしてはね、刀に変えておくべきだった。秘技を当てる。二丁打ち。急所打ち。急所打ちを二発当てる方がいいかな。当たってくれることが前提ですけどね。よし。さらに動きを封じた。で、こっちも打てなくなる。動けなくなる。そんなことない。大丈夫だね。では。仕留める。危なかったな。ちょっとこの後忘れないうちにすぐに刀に変えましょう。誰だったんだそもそも奴は。名乗りもせずに去っていったけど、まあ一応お茶をいつものように買い占めて、これを大港で売りさばきながら帰りましょう。で、町を出たらすぐに貴重品を定年に変える。ああ、しまった。せっかく京都にいたんで用心棒雇っとけばよかったですね。まあ今更だな。とりあえず売ります。順調順調。金も貯まってきてるし。お家、斎藤という家が危ないこと以外は順調ですね。では自宅に帰って一眠りしましょう。その前に
茶を振る舞っておいて、自宅に帰ったら奥さんの話もちゃんと聞きます。で休養。新流派も起こせるようになったからね、まあ、ちょっと今斎藤家の中にいるのでそういう必要はないですが、斎藤家が危うくなってきて独立しなきゃいけない、そういった場合にはね、ちょっと道場主として生計を立てるのもいいですよね。さて今回は軍備整えましょう。方針2件、調略。場所は岩村城の奪還だよな。ただその肝心の岩村城が危ういというのもあるし、次の標的をどこにするかですよね。あとは今川武田と見た場合、武田でかいわ。今川だな、やっぱり今川だ。吉田城を攻略の対象にしていきましょう。さて私はというと徴兵でいいかな。早速連兵場で徴兵だけ済ませましょう。まあ、3000眼でいいでしょう。よし、これでもう早速報告だけしてから自由の旅に出る。津田流を極めたからね、もうこれこそ本当に十分整ったかなと思うので、あとは軍学だよな。軍学をちょっと学んでおきたいからね、ちょっと優秀な、それこそ光秀よりも優れた武将のもとにちょっと行きましょうか。官兵衛とかってまだ名を出してきてないもんな。であればやっぱ半兵衛だな。半兵衛を探そう。半兵衛はもともと斎藤家の人間のはずなんですけど、その半兵衛がどこにいるかがわからないという中なので、旅をするしかないな。あとは義輝のもとにちょっと謁見しに行こう。将軍義輝出会わせ、まあそうなるよな。贈り物、価値5以上か。5以上のもので効果があるもの、茶入れぐらいしかないけど、茶、いや、いらないって言うよな。そう思ったよ。義輝と仲良くなるのはまだだいぶ先になりそうですね。では義輝はさておき、成長させてくれる人を探す。まあ、とりあえず茶を振る舞ってから武家宅。半兵衛はどこにいる？半兵衛を探す旅だからな。斎藤家の家中にいないってなると、半兵衛をどこから見出すのかっていうね、それが一番課題ですからね。まだいないよな。竹中半兵衛、いない。まずはそしたら利光のところに行っとく。何、不在。あとはめぼしいやつはいない。竹中半兵衛がどこにいるか全く見当がつかないな。どこに行けば会えるのか。あとは北条とも今敵対しているので、敵対していない他っていうと、もうそれこそ、お、合戦してる後の謙信、長岡と、うん、長尾と武田、まあ、つまり信玄と謙信が戦っている。この隙にだ、城が奪えるんじゃないか。岩村城、その先の木曽福島、
いやー危険だな、どう見てもね。となればやっぱり吉田城、ここかな狙いは。人物の人となり見ても半兵衛とまだ出会ってないからね。勢力、支配力で言うと三好義輝、信玄、北条、まあ斎藤は10本10以内にかろうじて入るっていうところですかね。だからこのうち武田、北条、ここと戦闘中ですからね。吉本のやっぱり場所を奪っていくっていうのが一番いいのかな。軍学を学んでおきたいですけど、あとは伊賀の里にでも出入りして忍術修行にでも励みましょうかね。忍び屋敷会ってもらえないのであれば、まずは忍び宅だ。出会わせとか絶対してくんないもんな。贈り物を与える暇な、うん、石川五右衛門がいなかったか今。石川五右衛門がいたぞ。ちょっともう一度入りましょう。五右衛門がいた気がする。ここにいるのか石川五右衛門は。なんか相当面構えがすごいことになってるけど。贈り物、価値1以上のもの、まあ、財宝、石見銀、岩見銀ですね。岩見銀でも差し出そう。で手合わせ、何を持っている。まず手裏剣かな。何、鎖鎌だ。一刀のもとに切り捨てる。何、食らった。強え、ガチで強えな。いやーこれは危ないぞ。どうする。次攻撃食らったら死ぬぞ。なあ、まずい、詰め寄られてる。食らうぞ。食らったー。五右衛門強え。やるな。これはもう、帰るしかない。まあ、ただ、忍びを少し修行させてもらうのがいいかなとは思うので、しばらくは、伊賀者の里に出入りしましょう。そしてしっかりと忍びの技術を身につける。で表情は今川の攻略に全力を注ぎましょうか。登場します。まあ、方針に意見はして、内政を一応言っておく。よし。で、その内政の中身ですが、石高を上げる。早速、登場して報告だけはしておきます。名奉行、政務プラス6。いやこれ光秀の能力無双できるぐらいの強さになってるぞ。すでに主人公、人物情報ですね。もう武力がプラス12になってますからね。政務もプラス6で98か。完璧だ。では根頃の里に行きます。うん、伊賀の里ですね。で忍び宅に行き、いや忍びの修行先にしよう。前回修行をせずに微妙なことになっちゃったからね。分身の術、2体の分身を出現。なるほど、
何、体力をだいぶ使ったな。近くの町でちょっと休憩というか体力の回復をしましょう。まずは民家を覗いておこう。家臣孤児のみか、1000人ですよね。では宿屋で体力を回復します。でもうちょっと余裕がなくなってるな。表情までも帰るしかない。半兵衛を探し出したいよな、どうしてもね。武家宅、利光がいないんだよね。今回はいるね。茶席あんまり喜んでくれないんだよな。では自宅で奥さんと話をして表情まで寝ます。吉田城を攻略するで、ね、絶好のチャンスだと思うんですけどね今ね。省略吉田城、いやここは合戦で吉田城だ。よし合戦だったね。吉成が先に家老に上がったか。光秀より先に家老に上がりましたね。やってくれる。いや剣道なんですか。で行きます。剣道行きます。ではですね、たすきまいで。吉田城の攻略は失敗ですね。帰りましょう。信玄が謙信との戦いを中断してこちらに向かってくるとなると厳しいよ。お、長官だ。長官というのは信玄から勝頼に代替わりした時に側近になった長坂長官ですね。その長官が何の用だ。良い話を持ってまいりました。ほう、武芸の達人。そうなんです、そうなんですよ。吉田流津田流の免許改伝で武将として当家にお迎えしたい。いかがでございましょう。合点承知。斎藤から武田に変わりましょう。さあではツツジヶ崎館へと行きましたね。利光、ちょっと待って、なんて言ったの。いや断ってしまったのか。違うな。さて出ましょう。本拠に帰る。もう私は武田の人間だ。今日からは武田の人間として生活しましょう。いきなりあれだね、我が武田家になってるけど。さて次はじゃあ斎藤を滅ぼす戦いだな。
まあ、ただ強敵剣心もいますしね。さあ、では天下統一戦に向けた戦いね、この続きは次回以降プレイをしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。